本日はここ福島県、吾妻高原スカイラインの BMX コースに来ております、今回第3回の JBMXF 全日本選手権ということで、全国から200名ぐらいのライダーがここに集まっていてます。今日は前日なんですが、みんなプラクティスをやってるんですけれども、前夜からの雨で、スタートから第1コーナーまではクローズとなっております。他のコースもちょっと赤土が混じってまして、コーナーで滑って転倒しているライダーが数多くいるようです。他ポイントとしてはそうですね、前半のスピードジャンプ2つ、そして後半にあるダブルジャンプ、これはだいたい5メートルから7メートルの間隔なんですけれども、このジャンプを超えることができるかどうかでまた勝敗が変わるかと思います。最終ストレートは上りになってますんで、ここはまた体力の勝負といったところですね。さあ、ここに和田くんがいるわけですけれども、NBA の、タイトルを2回ダッシュしております和田はじめ選手。誰だ。さあ今回の全日本選手権なんですけれども、どうですか。このコース僕もう何回も来てんですずるいですねちょっとみんなよりして、まあ、僕ら初めてなんです、でもこれだけちゃんと走れるのは今回初めてなんです。それまで何回か手直ししてもらって、まあその前はもう本当走れる状態じゃなかったんですけど、まあ、ここまでできてみんな喜んでくれてとっても嬉しいです。明日の作戦ですか。明日はまあ、特にこのコースはね、コーナーとかジャンプがすごい面白いので、それで抜かして、あとは最後の直線で足のよく回る人に抜かれないことです。抜かれないようにすることですね最後はちょっと上りになってますけど、どうですか。そう、あそこです。ちょっとあそこ癖もんですね。まあ、頑張ってください。はい、どうもどうもそれで佐橋くんはそっからカットですさあ、ここにいるのは KBU 今年 のナンバーワンプレートホルダーとなった早川俊則君です。名前まではみんな覚えてませんね今度は覚えてください。さあ、去年はクルーザークラス優勝したんですが、まあ、全く誰にも注目されてないという本人 のあれですけど、今年はどうですかね、クルーザークラス2連覇。そうですね、敬遠ですね。今年は敬遠です。敬遠。なんか子供用クルーザーが噂が流れてるんですけど、どうそれまあ噂です。噂ですか。そうですか。まあそしたら本命のスーパークラスはどうなんですか。去年は渡谷について2位。どうですか。ディープラの下村君というのがどうなんですか。ああ、なるほど。有名人下村選手。さあ、その戦いが見ものですけども。まあ頑張ってください、はい、どうぞ。ありがとうございます。頑張ります。ジブさあ、今回、まあ、全日本選手権ということで各、地方から選手連れてきてるわけですが、やっぱり、メインとなるのは選手なんですけれども、その裏方となる、親御さんの方をちょっと注目したいと思います。こちらに若奥さんがいるんですけど、どこから来たんですか。大阪です。あ、奇遇ですね。一緒ですね。そうです ね、 よろしくね。どっかで顔見たことあるなと思ったんですけどね。ないね、今回は参加ですか。車ですか。え、そうです。ずっと大阪から。そうです。東京を一泊しまして。あ、東京一泊したんですか、はい、それはまたリッチな生活ですね。そうなんです。東京はどこですか。銀座キャピタルあ、違うんですか。東京プリンスです。プリンスですか。一応昨日東京タワーに登ってきましたのでそれでもこういうふうにこうレースに参加されるわけですけれどもね、ライダーといいますか、選手といいますか、子供といいますかね、はい、どうですか、調子の方は。まあ、いいんじゃないですかと、まあ、全く自分たち観光気分で来てますんでね全く子供たちのことは考えてないということなんですけど、ちょっとインタビューの時間が長すぎるような。そうですか。次へどうぞ。そしたらこんなところで、まあ選手といいますか、子供さんの優勝を願っております。はい、ありがとうございました。ねえ、ヘルヤバイからましたと、9が出たんですけども、和田君のジャンプを思わず見てから、はい、飛びました。アナウンサーが今飛びましたね。今どうですか、このダブルジャンプは。エビフリアパワーでどうですか。エビフリアはうまいがやということでいいですね、これはなんか全く答えになってないんですけど君は何クラス出るんですか。今日はまあミルキーでどうじゃないかと思うんだけど、まあオープンクラスですよねダメですよ、もうこんな朝からダメだ、これ朝からこけてますからね、これダブル飛ぼうかなと思う。ここのストレートでいきなり転んどると。というように皆さんこのテープをですね何回も巻き戻ししましてですね、名古屋弁の、
正しい使い方というのを習ってほしい。まあ私はこう思っております。つきましては名古屋の本屋でちょっと名古屋弁の本っていうのを買っていただきまして、勉強していくといいですよ。参考までにタモリさんのですね番組もまたよくあそうです、ね、ご覧になっていただきたい。私バカにされてますからね。まあね、そしたらまたエブフィア食べて頑張ってくれ、はい、くれいきゃそうだがやそうだがやあちょっと待ってちょっとインタビューです。インタビューです、うん、やったぜやったぜと言っております。まあどっから来たんですか。富山です。富山から来てくれた、名前は何かな。清水くん。さあ今回全日本選手権ということで北海道から沖縄までねみんなバサッとこう福島に集まってるわけなんですけど、どうですかここのコースは。やってないの。あ、まだ走ってない。どうもすいませんね。どうですか、まあ、印象というか。やっぱちょっと難しそう、ね、難しそうなコースだということなんですけれども、富山の方はレースはどうなんですか。そう難しくもない、簡単でもない。簡単でもない結構やってるんですかレース、まあ、もう3年ぐらいやってるというベテランの位置に達しておりますけれども他の連中もみんなそれぐらいやってるのか。そんなもんですか。優勝したというそしたらちょっと優勝したという名前ちょっと聞かせてください。中川。え？中川。中間さん。中川。中川さん。ということで島野の NX のちょっと古いシール貼ってるという中川君ですけれども、どうですかこのパッと感じはちょっと走った感じですか。難しいですか。ちょっと雨でねちょっと下がこうぐじゅぐじゅっていう雰囲気にありますけれどもね。ギアはどうですか。重くないですか。そしたら頑張ってください。印象でなって。はい。いも。はい。はい。最後までちょっと。いよいよ当日レースの当日ですね。今プラクティス予行練習が終わりまして、ちょうどみんな選手がピットに入っているところです。今日はカラッと晴れ上がりまして、一応全日本選手権という派手やかな試合にふさわしい天候になっているかと思います。ちょっと第一コーナーが抜かるんでますんで、その辺で第一コーナーはちょっと見物というのは見物で、スリップによる転倒者が多いと思います。それではレースをどうぞ。さあ、大きな車輪では大きな力を持った連中、みんな一斉に並んだ。いけいけ、綺麗にジャンプ。すごいレースだよ。おっと、上原と下村君が並んでる。そしてプロレーシングの佐藤水さんもその名前を下バトルをやっとる。和田屋も来てるぞ。おっとちょっと5番で佐藤貴則、桑原、そしてハロー、マンモンストル、ステイさん。さあ、どうかどうか続いて最終コーナー待って、おっと、全員が来るぞ。1番はトップは5番の佐藤貴則、桑原、2番は佐藤誠二、プロレスリングの名古屋、そして綿谷が来た。 OK、これも一戦だぜ。スタートしました、よろしく。さあ、トップは早川か。インタビューだ。おー、かっこいい。早川が1番で来てる。12番水谷ですけど、9番は近本マングストップです。そしてフロントですよ。早くもスーパークラスという実力を見せてね。一番出てるのは早川だ。トリプルジャンプ飛んだ。飛んでる。はい、先手ありがとう。さあ、塚本綿谷行くぞ。おー、塚本が出た。チームファックスも今、血がついてる。おーっと、すごい厳しいコーナーで出た。おー、トップス、おっと、惜しい、いいね。その間に、一本の、マングルサップに出た、綿谷も来た。綿谷も来てるぞ。
今日は入ったままになりました。さすがに強いファクトリー、今日の2人は今回の次に強いコーナー1つも狙っている3位です。さあコーナーの後サンベディーノで土日に出て、それからベイカツで出て、それから大きかった。大体ナショナル5つぐらいですね。まあ5つ、それで土日に出たから、それは何かな、10個ぐらいかな。10レースぐらい、そのまま全てB プロ、B プロ、B プロになったのが、B プロっていうのはちょっとややこしくて、NBL でいうと B プロで、ABA でいうと A プロ。名前がちょっとややこしい、まあ一応 B プロっていうことにしてなったのが去年の11月の ABA の、ホールナショナルで、それ以来このレースはどうですか。最近ようやく決勝に行けるようになってきて、大体まあ平均的なサイズのナショナルって大体決勝行ける自信がついて、それでも話は変わりますけれども、今回の日本選手権ね、まあこのレース、まずコースがポイントとしてどこがありますか。これレース上で、レースの、レース上でもこのポイントですね、どこが、こうだなっていう、作戦に入っちゃいますけどね、どこのレースでもそうだけど、まずスタートを、スタートいいスタート出て、でまあ最初のジャンプを手前でこうやって前に持ち上げて、バックサイドを漕いで
で、あと最初の直線がこれがなんか砂が多くて、思い切りなんていうかな、むやみやたらやたらと漕ぐとなんか氷が滑っちゃうからリラックスでやるといいんだよね。だからあんまりがむしゃらに漕がないでリラックスして漕いで、氷だからちょっと重心を後ろにして、で滑らないように、それでスピードジャンプ決めて、これをまた前でピックアップして、でバックサイドこうやって自転車下に押して加速得て、わかるでしょ、そのっていうことが。わかるでしょ、素人にわかるように説明してる。だから手前で重心を上げて、でこのちょっとジャンプ台移して、その下りのとこあるでしょ、そこでバイクが下に押すと推進力が得られる。まあ口で言ってもわかんないです。レースの後で撮ればわかるよ。あと第一コーナーの意味も柔らかいからあれを下げて、じゃあまあ第一コーナーはまあイン入っても外にぶわって回っちゃえばいいんだよね。でなるべく早めに漕ぎ始めて、ずっと漕いで、あのジャンプ台を手前で上げて、あと漕いで、でこういうとこはスピードあんまり出ないから、とにかく漕いだ方がいいね。あとコーナーあんまり空きすぎるとなんかちょっと抜かれそうだから、なるべく抑えて、あとはがむしゃらに漕いで、あのダブルジャンプみたいなとこあるでしょ、コーナー手前の。そうね、あそこの取り方はちょっとね、まだ考えてないんだけどね。あそこインに入りすぎるとちょっと外出ちゃって、で頭のいいやつが外からインに来られるとちょっとやばいから、真ん中辺通ってね、まあ後ろのライダーがどこにいるかによるけどね。なるほどね。あともうもう漕ぐだけでしょ最後は。他久々にまあ日本に来て帰ってきたわけですけれども、日本の選手はどうですか。なんかみんな思ったよりかなり速いね。うん、手強いよ。どのクラスも。他のクラスはどうですか。他のクラスはね、どうだろうね。あのオープンってちょっとクラス分けのことがよくわかんないんで、はい、オープンってのは何なの。オープンっていうのはいわゆる16歳オーバーじゃないですか。あ、16歳オーバーのオープンクラスだと思います。あのスーパークラスの連中みんな速いみたいだけどね、その下はどうなんだろうね。やっぱり向こうのエキスパートのかなり速いんじゃないかな。だってスーパークラスは結構若いやつもいたりして、 若いやつがそのクラスで向こうで走ったら結構いい線いくんじゃないかなっていう、そういう感じする。だから希望を持てる発言ですけど。ああ、まあ、あの今回頑張ってください。はい、じゃあ高橋くん。さあ、いよいよ第3回 JBMXF 全日本選手権決勝参りましたけれども、ここにはですね今日は特別ゲストといたしまして、NBA で2度タイトルを保持されたという和田はじめ選手、彼を迎えましてですね、ここで決勝中継をやりたいと思います。さあ、私高橋宏が、まあ、実況解説、そして特別ゲストとしまして和田はじめ選手、どうですかこの決勝レース。もうすぐスーパークラスが始まるわけですけれども、はっきり言って私たちは準決落ちですということで、ちょっと気の抜けた決勝レースになるかと思いますけれども、このスーパークラス、3回走ってそのヒート順位を総合ポイントとしましてですね、順位を決めるということですね。まあここでまあ強豪と言われるのはやはり下村選手でしょうか。そうですね、やっぱりアメリカ帰りで向こうでプロで走ってますからね普通じゃないですからね。なんといってもプーらしいですから、さすが速いんではないかと。下村選手はちょうど中央、そうですね、右から4コース目ですか、4コース目の白いヘルメットがそうですね。さあ、続きましてはその右側が、KBU ナンバープレートを持っている早川選手。あ、そろそろスタートしそうです。さあ、スタートしました。さあ、スピードジャンプを超えるのは誰か。おっと、下村選手が、いや違う、あれは MCB の松井選手だ。松井選手が第1コーナーをそのまま回って、さあ2番手に下村選手だ。さあ誰だ。お、インガーから佐藤貴則が突っ込んできた。そのままコーナーを回る。さあ2番手は下村拓也だ。さあどうだ、ここからスピードジャンプを超えて、ここから一気に下りに入っていきます。さあこの下りに入った、おっと下村選手ちょっとペダル外した。おっと3番目に、ホックスの、ラッキョウ、井出ラッキョウが入っている。今佐藤貴則が3位に入った。おここで一気に下村選手かわして、さあゴールまで3連ジャンプを飛ぶ。さあどうか。おっとこれで順位は、1位下村選手、2位松井選手、3位佐藤選手、4位綿谷選手といったところですね。さあこれでちょっと第2ヒート目がちょっと、下村君ちょっとストレートでね、力抜いてるみたいですね。わざとちょっと力を抜いてる。コーナーとジャンプでテクニックの差を見せつけてるみたいですね。なるほど、余裕の走りだというふうに和田選手見ております。
これはすごいです。第2位と、これはちょっと期待したいですね。でもここにあと佐藤くんとね、あと松井くんがどのぐらい食いついていくかですね。なるほど、綿谷早川ちょっと遅れましたね。ちょっと遅れましたね、ダメですね。に出て、まあ惜しくもちょっと入賞を逃してしまったような選手がいます。さあちょっと来てください。はい、はい、さあ無理やりこう手を引っ張ってさ連れてきました。君は何をしてたんですか？決勝戦で。決勝戦こぐで。どこでこぐたんですか？あそこ。さあ第1コーナー、第2コーナー、第3コーナー、第4コーナーでこぐたわけですね。ああ前のやつがこけよね。前のやつがこけてそこに突っ込んでしまった。そういうこと。なるほど。ということは彼は最初はトップを走ってなかったわけですね。これはすごい推理力がいりますけれども、どうですか、その前をこけた選手、こかれ、ばーこけたって言った時、どう思いました？何も思ってない。おっと、ここでですね、KE レーシングのですね、僕名前は知らないんですけど、女の子ですか、すかさずこうテレビに入れてしまう。さあ、内藤選手ですか？違う。斉藤さんですか？うん、どうですか、今日のレースは。わかんない。もうすでにレースが終わってるのにわかんない。これはすごい。さあいよいよスーパークラス第3ヒートメイン3の登場なんですけれども、今までの、成績でいくと松井選手がトップのポイント、続いて綿谷選手が2位、その次に下村選手ということですが、これはどうも第3ヒートこの優勝争いはどうですか？そうですね、これであと松井君がまた上位食い込むとちょっと優勝しちゃうんじゃないかなと思う。あとはでも綿谷君か下村君が1位取るとちょっとまた分からないですね。2人とも1位取ってますから、松井君まだ1回も1位取ってないですからね。なるほど、やはり1番を取ってるものがこれからどうなるか。おっとこのバームにちょっとスリップしてしまいました。さあ今選手紹介を行って、さあ緊張はもう限りなく高まってますね。ピークですね。さあこれ分かんないですね、誰が勝つか。他の選手が上位に食い込んできて優勝をかっさらうということは考えられませんか？ちょっと難しいんじゃないですかね。これだけポイントが多分結構離れてるんじゃないですか。それでも早川君と綿谷君、松井君が結構いいコース取ってますね。ちょっとあれ下村君難しいかもしれないですね。なるほど、インコース側から松井選手、その次に早川選手、そして綿谷選手と続いております。それから1人置いて下村選手だ。さあ下村選手ここでスタート、トップで
出ることができるか、また綿谷か、それとも松井選手どこまで食い込むか。さあスタートしました。さあこれはスタートしたのは佐藤貴則か。おっとインガー下村選手だ。さあ下村このまま第一コーナーをきれいにクリアだ。おっと綿谷はもう一番遅れてしまっている。さあこのまま下村選手トップです。ところが2位に松井選手が入っている。さあこれで松井選手2位に入ると松井選手優勝です。ところが下村選手かなりトップ思い切り出してる。さあ2位は松井選手そのままキープだ。3番に佐藤貴則選手、4番手にお猿が入っております。5番6番7番ぐらいに渡谷だ。さあこのまま行くと佐藤が2位3位。おっと佐藤2位。さあ今の順位下村選手佐藤選手松井選手、ちょっとこれはあの報告を、計算を待たないとちょっと優勝争い分かりません。3位ですからね松井君が、ちょっと分かんないですねこれで。下村がかなりいい線いってましたね。これはひょっとするとポイントがタイで最終ヒートトップの下村選手が優勝か。さあここにですねスーパークラス今優勝した下村選手と一緒に走ってですね服部ファクトリーの早川選手呼んでおります。さあ今のレースどうですか。白熱してましたね。いや僕は白熱してません彼は白熱してないということですが、綿谷選手どうなんですか。第2位とトップを取ったんですけどね。いや綿谷君はここ一番というところでダメな人ですからね、まあ、なるほど。そうですね間抜けというかまあそういうもんですよ彼はもう綿谷選手にもうみんな期待一心という感じしましたけれども、やはり優勝は最終ヒートでトップを取った下村選手、彼がスーパークラスの今年の全日本チャンピオンということです ね。さあここでですねスーパークラス優勝、そしてさらにですねトロフィーダッシュ優勝してアメリカ行きの切符を手に入れた下村選手、ちょっとインタビューしたいと思います。さああのトロフィーダッシュなんかはあの一時あの2番まで落ちていたんですけど、どうだったですか。あの第1コーナーでちょっと滑り出しちゃって、今日ちょっと間違いが多くてね、で抜かれた時はだけど結構冷静で、これはどっかで抜こうと思ってたのね多分。そしてあの最後のそのストリートのところで追い込みをかけたわけですね。あそこでダブルの直後か最終ターンで抜こうと思ってたら勝手に一人でこけちゃったからこれは引いただきと思ったこれはもうすごいですね。まあそれよりもですねトロフィーダッシュもまあすごいんですけれども、やはりあのスーパークラス3ヒート制の決勝ですね。どうですかあれは。あの2ヒート目がちょっとホールショットで、であの第2ジャンプでちょっとバランス崩しちゃって、ちょっと自分でびっくりしましたね。あんなこと普段やらないから。で、あの3つの子に抜かれてアウト追い出された時はかなり焦ったね。みんなインドワーっていかれて、あの時点でですね3つの渡部選手が、1番を取ってですね、松井選手がポイントランキングでトップ、その次に渡部選手、はい、その次という、まあ、あの時点で3番手だったんですけれども、最終ヒートあのかなり入れ込んだんだわけですか。あの最終ヒットは僕とあのマングースの子がポイントがタイで、だけど僕は最後に1位取ったということでギリギリ1位になったって本当ギリギリだったね。でもし3位彼あのマングースの子が2位になってたら僕は勝てなかったかね。1位取っても本当ギリギリで運が良かったんじゃないかな。まあ運も実力のうちと言いますけれども、まあこれは誰でも言ってますけれどもね、まああのこれはもうやはりすごい全日本選手権のまあ何恥じないレースを行ってくれたまあ下村選手、またあの来年もですねまた頑張って、はい、あのアメリカのレースですね、またそしてまた全日本選手権またディフェンディングチャンピオンということで帰ってきてまあ活躍してほしいと思います、はい、どうもありがとうございました。